甘宮隆は山梨県東厚代郡伊沢町出身の元プロ野球選手、宇藤右打ち。NPB では育成選手であった。山梨学院大福時代は1年時の秋から AS となる。3年時の夏は山梨県予選決勝で日本航空校に3の13で敗れ準優勝。甲子園出場は果たせなかった。高校卒業後は 関子新学生野球連盟に加盟する山梨学院大学に進学。一年時の春からリーグ戦に登板。三年時の春、作新学院大学戦でノーヒットノーランを達成。四年時は同年から監督に就任した元プロ野球選手の高橋13の下でプレーした。プロ志望届を提出したが、指名漏れとなった。大学卒業後は独立リーグである。 BC リーグの新潟アルビレックスベースボールクラブに入団。1年目の2010年は、先発、救援の両面で起用され41試合に登板。中盤からは、抑えを任され 7S を挙げた。2年目の2011年は、甲府調がはっきりしていた作季と変わり、調子が悪くても、緩球を使って抑える投球術を身に、付け急成長を遂げる。 前半戦は主に中継ぎとして起用され、後半戦からは先発として起用され8勝を上げ球団の後期優勝に大きく貢献した。個人成績では、南和明に次ぐリーグ2位の11勝を挙げ、防御率もリーグ2位となる1.79を記録した。2011年のプロ野球育成ドラフト会議で、読売ジャイアンツから5巡目指名を受けたことから、育成選手として入団。 しかし、支配下登録選手への移行を果たせないまま、2014年10月1日に、球団から戦力外通告を受けた。2014年11月27日に、新潟への復帰を発表。2015年には、BC リーグで7セーブを挙げた。同年11月10日にシートバッティング形式の12、球団合同トライアウトへ参加したが、打者3人との対戦で、 二塁打一本を含む二安打と一死休という結果に終わった。2016年10月21日に対談が発表された。最速時速149キロメートルのストレートとスライダーフォークを投げる。父の雨宮博士は演山商業校時代に甲子園に出場している。実家は笛吹市内で食事どころ雨宮を経営している。ありがとうございます。